皆さんこんばんは。本日は足元の悪い中、この日比谷公会堂までお集まりいただきまして誠にありがとうございます。主催者を代表いたしまして厚く御礼を申し上げます。本日のテーマは心に火をつけろ、大人のエンターテインメントなんていうふうに書いてありますけども、対象はですね、学生だとか若い皆さんの対象に青年会議所の方で、この行事を開催をさせていただきました。まずですね、担当しています東京青年会議所のアカデミーというですね、研修をやっている委員会でございまして、そちらの委員会のみんながですね、今日この企画を考えてくれました。私がですね、今日主催者としてまずどうやって理事長になったのか、理事長になるまで私が何をやってきたということをですね、ちょっと簡単に話をしてくれっていうので、ちょっと簡単にですね、お話をさせていただきたいなというふうに思います。私今38歳で、行政書士という仕事をやっております。もともとは何をやっていたかというと、僕バンドマン、ロッカーでした。いわゆるロックンロールですね。全然関係ないことをやってました。でなぜそういうことをやっていたかというと、僕がやりたかったことはやっぱり音楽で人の気持ちをやっぱり幸せにしていきたいと。人を幸せにするためにやっぱり音楽の躍動感、高揚感がすごいいいなと思ってやってました。22歳までやってました。でそこに至るまで様々なバイトやってきました。警備員のバイトだとか、新聞配達も2年間住み込みでやってました。とか土方やったり、警備員やったり、リンゴ飴売ったり、ありとあらゆるバイトやってました。数えるとどれくらいなんでしょう。数えたことないんですけど、多分20個ぐらいはやってたのかなと思います。で僕がですね、常に心がけていたということは、とにかく止まってしまったらそれで僕の成長が終わりますので、ともかくもう動く、考えることもすごく大事なんですけども、考えてばっかりで何もしない人がやっぱり今若い人たち多いんですよね。だから何をやっていいか分かんないとなったら、とにかく動く、で動きながら考える、もうそういうことを私は徹底をしておりました。でいろいろとありまして、青年会議所入りましてですね、青年会議所に入っても私はもうずっと動くということに心がけてまいりました。代表的な例といたしましては、3月11日、私誕生日なんですけど、実は3月11日の東日本大震災、そちらの復興支援について、もうとにかくもう動くしかないだろうと、ただ人様に迷惑かけることになってはいけませんので、その辺のバランスは考えながら動きましたけども、とにかく動く、分からなかったら動いてから答えを見つけていけばいい、そんなことで動いてまいりました。東京青年会議所といたしましては、とにかく若い経済人の集まりですから、一生懸命考えることも大事ですけども、考えをすることを重視しながら、でも行動も重視するということをですね、やってる団体でございますから、今日はですね、ぜひ、その辺で皆様のハートにですね、火をつけていただけるような講師陣を揃えておりますので、どうか、ハートに火をつけてお帰りをいただいて、明日以降の行動につなげていただければと思います。以上で挨拶をさせていただきます。ありがとうございました。